米メディア ESPN は11月11日、ロサンゼルスエンジェルスから FA となった大谷翔平が FA 市場の金額を引き上げるかもしれないと伝えた。他の注目度の高い FA 選手のエージェントは、自分たちの契約金額を引き上げるために大谷の金額に期待している。大谷は本当にエンジェルスから移籍すると見られており、契約時の金額が700億円以上とも800億円以上とも言われている。いずれにせよ MLB 史上最高額になるのが有力で、他の選手のエージェントたちは大谷の額に追随する形で金額の引き上げを狙っているようだ。しかし、投打ともにトップクラスの二刀流の大谷が特殊事例と言えるため、大谷はあまりにも別世界にいるため、それが他の選手の契約額に影響を与えるのかはわからないとも報じてる。また、大谷の移籍時期についても触れており、現地12月4日から6日に行われるウィンターミーティングのタイミングで新天地が決まる可能性があるという。同メディアは、大いに期待されている翔平大谷の FA はそう長く続かないかもしれない。取材に応じた何人かの GM は、ウィンターミーティングが終わる前に次のチームを決めるだろう、という印象を抱いていた、と伝えた。テネシー州ナッシュビルで開催される今年のウィンターミーティングは、全球団のオーナーや GM、監督といったチーム運営者、FA やトレード移籍に関わるエージェントをはじめ、様々な球界関係者が一堂に会するオフシーズンの一大イベント。来季のリーグ運営や選手の去就について話し合われる場になっている。大谷の去就について、12月上旬が一つの山場になりそうだ。